サル,サ,ルサルフの戦い、サルフの戦い、サルフの戦い、サルフの戦いは、1619年に、ヌルハチが率いるアトキン、後の清志が、明朝鮮のアトキン討伐軍を破った戦い。大将の下記を動員し全軍を四つに分けて、アトキンを包囲攻撃した明軍に対し、ヌルハチは、野衆によって、重砲の優位を封じた上で混乱した敵軍を、各個撃破することにより、 大軍を打ち破った。特に最初に行われた大きな戦闘が、武順東方のサルフ、サーフー、サルフで行われたため、この戦役全体が、サルフの戦いと呼ばれる。兵力、装備では、圧倒的に勝っていたにもかかわらず、諸将の対立によって、各軍の連携、統制を欠いたこともあって、明、朝鮮の連合軍は4万5千人もの死傷者を出す、大敗北を起死した。 建国間もないアトキンの存亡をかけた決戦であり、この戦いに勝利したことが、アトキン後期の第一歩となり、やがて、明、真の王朝交代へと繋がることになる。研修所時下を統一して16、1616年に藩に即位し、アトキンを起こしたヌルハチは、1618年に、明に対して、七大藩を掲げて、戦線を布告し、 両党における命の拠点である武人を攻撃した。明はこれに対して、陽子の木を両党計略に任命し、同じか討伐に当たらせた。しかし、民軍は予算不足のため兵の結集に手間取ったので、陽子の木は兵力を補うため後金に北隣する、海西女じかの家へヘブと、南隣する朝鮮にも女兵を要請した。 家ヘは女ジ,ジカの統一を進めるヌルハチと対立していたため、これに応じた。一方の朝鮮では、国王の公開君は、出兵を渋ったものの、先の文読、慶長の役において、宗主国である民に救援してもら、恩義、再造の恩があったために断ることができず、と元帥の強行率に一万の兵力を授けて、王力公を超えさせた。1619年、 十万の民軍は全軍を四つの軍団に分け、しそじに分かれて、ぬるチの本拠地、ヘトゥアラ、ヘツエ l アカズアヘシャゲ、境境を包み込むように進撃を開始した。北路は、カイハラ総兵官の馬林が家兵の援軍と共に、カイハラから、西寺は、山海艦総兵官のネズが新洋から出発し、両軍は、ヘトゥアラとブズンの中間にあるサルフで合流して、 ヘトアラを目指す計画とした。また南路からは、両党総兵官の李女柏が両洋から清川を越え、東南路からは、両洋総兵官の劉が、朝鮮軍を帯同して、丹東付近から北上して、それぞれ西南と、東南から直接、ヘトアラに迫った。総司令官のヨウのノは、予備兵力と共に、後方の信用で待機し、全軍の総指揮を取った。これに対してヌ八は、 ヘトゥアラで、民の全軍と一手に戦うことを避けて、格好撃破を図ることにし、まずヘトゥアラ北方において、最初の攻防の拠点となる、サルフ山、及びその川の対岸にある、ジャイフヤギ山に、民軍を足止めさせるため、築城を開始した。民軍の進軍は、降雪によって遅れ、3月1日、都省の西地軍が単独で、サルフ近郊に到着した。 サルフ及びジャイフヤンでアトキン軍による築城が進められていることを見たネズは、馬林軍の到着を待たずに、サルフ手前のコンガを溶かし、サルフ山に攻撃を開始した。数に勝る都将軍は、サルフさんを直ちに占領し、二万五千の兵のうち一万を、その守備に残して、残る主力一万五千で、ジャイフヤンさんに攻めかかった。一方、主力と共に、 ヘトゥアラにあったヌルハチは、民軍到来の第一報を受けると直ちにサルフに向かって出撃し、同日夕刻にはサルフの南に到着した。ヌルハチが到着した時、ジャイフィアンを守るアトキ金の守備部隊は支え切れずに、交代し、後方のギリン肌に入っていた。ヌルハチは8期、8軍団に分かれた後金軍主力のうち、2機をジャイフィアンの敵主力に対する牽制に派遣する。一方、 自らは六気を引き、宵闇に乗じて、サルフに迫った。サルフを守る民軍は、敵軍は、キリン肌の守備隊と合流して、ジャイフヤンに向かうと見ていたために、全く奇襲を受けた形になり、混乱と暗さのため火器をほとんど生かせないまま、接近戦持ち込まれて壊滅した。後方部隊の壊滅により、ジャイフヤンの民軍主力は、動揺し、牽制の二機とギリン肌の守備隊、 そして、サルフから転身してきた後、金軍主力六機の、全軍による三方向からのトンの前になすすべもなく、壊滅し、都省以下をもだった少量が戦死した。なお、サルフの戦いの実演は、新洋東郊街にある、キワ山国際観光区の新洋予博会公園、2006中国新洋世界園芸博覧会の会場後、で見ることができる。一方、 都省の西木軍との交流を目指して北からサルフに向かっていた馬林の軍は、都省が戦死した時、サルフの北にあるシャンギャンハダという地点にいた。三月二日、都省軍壊滅の情報を得た馬林軍は、シャンギャンハダに交代して、残酷を掘り、火砲を並べて、アトキン軍の攻撃に備えた。アトキン軍は火器への対策として、戦場できました。 乗馬不評が接近して、残壕を突破し、その後に騎兵が突撃をかけるという戦法を編み出しており、この戦いでもその作戦を取ろうとした。しかし、シャンギャン肌に到着したヌルハチヒキイル、アトキン軍の本隊が、高地を占領して、民軍の残壕を上から攻撃しようとすると、民軍はこれを阻止しようとアトキン軍に攻撃を仕掛け、アトキン軍が、 牙のまま突撃を敢行する乱戦となった。馬林と、不仲な半高氏顔を司令官とする民軍の、後方部隊は自陣を固めて馬林の本体を、救援しようとせず、間もなく馬林は敗走した。続いて、半高し顔の陣を攻撃した後金軍は、下馬した兵によって、敵の戦車を排除した後、騎兵の突撃を行い、半高し顔も回走させた。 馬林、半高し顔の敗北を聞いた家への援軍は、後金軍との戦いを放棄し、自国に撤退した。北路、西寺の敗北を受けた、子の義は、生き残っていた李女柏と、劉の両軍に進撃停止を急放した。李女柏の軍はもともと慎重な進軍を続けていた、ためすぐに退却したが、劉軍はすでに敵地の奥深くに入り込んでおり、 進撃停止の命令も届かなかった。劉軍は、シャンギャン肌の戦いがあった三月二日にヘトゥアラの南方を守るアトキンの守備隊を破り、順調に北進を進めていた。この情報を得たヌジョチは、サルフの方面で、北ロ軍と戦っていた後ン軍を再集結させて、ヘトゥアラに戻り、劉軍に対して次男率いる主力を派遣した。三月四日、劉軍は、ヘトアラの南、 アブダリという地点で、ダイシャンの軍に遭遇し、直ちに陣を固めた。これに対して、ダイシャンはその弟本体児、そして別動隊を率いて、竜の後方に回り込んでいた、ヌルハチの武将ともにて三方向から、竜の陣を包囲、攻撃して、民軍を壊滅させ、竜も戦死した。アブダリの戦闘があった時、朝鮮軍と民の竜軍後方部隊は、兵糧不足で、 龍の主力より遅れ、アブダリの南のフチャという地点に止まっていた。ダイシャンは、直ちにこれに対する進撃を開始し、本大寺を先方とする五金軍が、フチャに迫った。朝鮮軍の強硬率は、長寿、日本式列砲と、長僧で全面に防御線を展開して、これを迎え撃ったが、台風が吹いたことによって、火器の発した煙が巻き上がり、それに、 朝鮮軍が主海を奪われた隙をついて、アトキン軍の騎兵が接近、突撃して前衛を突き破った。民軍も壊滅的打撃を受け、夜に入ると朝鮮軍の中衛、本体五千のみが孤立して残された。アトキンは朝鮮軍に対しては降伏を勧告し、観念した強行率は朝鮮軍の残兵を率いて、ルハチに投降した。 李女柏しら民軍の生き残りの将校は、朝鮮軍の投降を知って、自殺を遂げ、これをもって、東南路軍は消滅した。民軍の敗因は、諸将が、相互にいがみ合っており、互いに十分に連絡を取っていなかったことや、こう争って突出したことで、後金による、格好撃破を許したことが大きい。この戦い以降、李女柏のような名称や竜、都将、 ヤシラ軍の重鎮を相次いで失った両党の名勢力は後金に対して全く主勢となり、貝原、信用、両用が次々に後金の手に落ちることになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。